オルメサルタンはアンジオテンシン通受用大阻害薬の一つで高血圧の治療に用いられる。通常、エステル型プロドラッグのオルメサルタンメドキソミルの状態で経口投与される。オルメサルタンメドキソミルは吸収されると速やかに下水分解されて活性代謝物のオルメサルタンが有利し薬効を発揮する。商品名をオルメテック。 第一三共が1995年に創生した。日本では第一三共と講和創薬から販売されている。オルメサルタンの開発コード RNH-6270。アゼルニジピンとの合剤がある。オルメサルタンは高血圧症の治療に使用される。単剤、または多剤との併用で用いられる。2011年4月、米国食品医薬品局は、 オルメサルタンをレビューし、添付文書通りに使用する場合、使用の有益性が副作用の有害性を上回ると結論した。オルメサルタンは分子内にテトラゾール元とイミダゾール元を有するカルボン酸である。なお、オルメサルタンが持つカルボニル元とメドキソミル元が持つ水酸元とがエステル結合したものがオルメサルタンメドキソミルである。ちなみに、同じように、 メドキソミル元でエステル化されたアンジオテンシンツ通需要体喫抗薬としてはアジルサルタンが知られている。これらのようにメドキソミル元を持つ薬剤はメドキソミル元が自然に下水分解されて不回収を伴うに、三部ジオンが発生する。また多剤と一方化を行った場合には発生したに三部ジオンが多剤を変色させる場合があることも知られている。 オルメサルタンメドキソミルはプロドラッグであり、消化管から吸収される過程で、下水分解されて、活性型のユ利リカルボン酸、すなわち、オルメサルタンが有利される。オルメサルタンは、血管平な目筋の AT 一時用体と、アンジオテンシン2との結合を阻害するので、ACE 阻害薬とは異なり、アンジオテンシン2合成経路とは無関係である。 合成経路に触らずに受容体との結合を阻害することで、オルメサルタンは、レニンマイナスアンジオテンマイナスアルドステロン系に、負のフィードバックをかけ、レニン分泌を減少させる。阻害の結果、オルメサルタンは、血管の収縮力を低減させ、アルドステロンの分泌を減少させる。その結果、血管は拡張し、抹消血管抵抗が低下する。 オルメサルタンメドキソミルの活性化経路、オルメサルタン 10mg 錠剤オルメサルタンの投与量は当初は5から 10mg 一日一回から開始し、症状の推移を見ながら10から 20mg 一日一回に増量する。さらに2週間観察し、より強力な高圧効果が欲しい時には 40mg 一日一回まで増量することができる。それ以上に増量しても、 さらなる効果は期待できない。また1日1回と1日2回とを比較しても、追加投与量が同じならば効果は変わらない。年齢、人機能、肝機能等で投与量を調整する必要はないとされている。血管内容積が喪失している可能性がある場合には、低用量で開始すべきである。単材での高圧作用が不十分である場合には、他の高圧薬を併用する。 オルメサルタンメドキソミルの吸収は食事の影響を受けない。単動閉塞を有する患者には使用すべきではない。また妊婦、または妊娠している可能性のある婦人には近畿である。サル体系薬剤を妊婦が服用すると胎児に危険を生ずるとの論文がある。アンジオ転身ンン通受容体気候薬は人道脈狭窄を起こす可能性を持つので注意して用いるべきである。 特に腎不全を有する、高齢者では、容量を減らし、血中下流の値をモニタリングすることが推奨される。ARB を大動脈狭窄症、僧帽弁狭窄症、肥大型心筋症患者に用いる場合にも注意がいる。原発性アルドステロン症があるこれらの患者や、アフロカリビアンのうち、左心室肥大を有する患者では、ARB を使用する利点はない。 重大な副作用として、血管不臭、腎不全、高カリウム血症、ショック、失神、意識消失、肝機能障害、横断、血小板減少、低血糖、オーモンス自由解消、アナフィラキシー、重度の下痢が知られている。オルメサルタンの副作用発現率は、治験時で11.4%、使用成績調査で3.9%であった。 治験時に1%以上に発生した副作用は不動性めまい、単位性めまい、倦怠感であった。これらはいずれもレニンマイナスアンジオテンシンマイナスアルドステロン系に直接作用する薬剤に共通のものである。妊婦が服用すると胎児の死亡や帰刑を含む異常が発生する。ARB を片側性または 両側成人動脈狭窄のある患者が使用すると、血中クレアチニンや血中尿素窒素が上昇するとの報告がある。これらの患者でのオルメサルタンの長期使用に関する研究はないが、同様の結果が予想される。オルメサルタンは稀に重篤な消化管障害を弱気する。症状は悪心、嘔吐、下痢、体重減少。 電解質異常でアリセリアック病と共通である。腸の向上性維持に関係するポリペプチドサイトカインの一つである TG 回 β を阻害することでスプルー様、腸疾患が発生するとの研究もある。オルメサルタン以外の ARB でスプルー様、腸疾患が見られない理由は定かではない。オルメサルタンとアリスキレンを併用すると、腎機能障害、高下流無血症、低血圧が起こる。 危険性が高いので原則的に併用禁忌である。オルメサルタンは痩せ薬や風邪薬を含む、興奮誘発剤、代替状を含むカリウムサプリメントといった、非処方薬と相互作用する。二つの臨床試験で、動脈プラークの減少が観察された。オルメサルタンは、新型糖尿病患者において、微量アルブミン尿を警戒させたものの、心血管イベントはプラセボよりも多かった。 オルメサルタン単独講用量とオルメサルタン、カルシウム気候薬併用療法では、新血管イベントに差が見られなかった。オリエントスタディでは、主要評価項目である複合人イベントに、プラセボと差が見られなかった。スプルー様超疾患。ありがとうございます。